イギリスグランプリはロードレース世界選手権の一戦としてイギリスで開催されるオートバイレースのイベントである。もともとはイギリス領内で開催される世界選手権としては伝統あるマンシマ TT レースがロードレース世界選手権のスタート以来カレンダーに組み込まれていた。しかし、行動を使ったレースであるマンシマは年々マシンの性能が向上して、 スピードが上がるにつれてそのコースの危険性がクローズアップされ、1970年代に入ってからはジャコモ・アゴスチーニやフィルリードといった当時の有力ライダーたちからの批判を浴びていた。そして次第にトップライダーたちからボイコットされる傾向が強まっていた。マンシマはついに1977年世界選手権のカレンダーから外されてしまう。その年、マンシマに代わって 急遽シルバーストーンで開催されたのがイギリス GP である。以降イギリス GP はシルバーストーンを開催地としてきたが、1987年、それまで各地で開催されていた F1 イギリス GP の開催地がシルバーストーンに固定されるのと入れ替わるような形で、二輪のイギリス GP は舞台をドニントンパークに移した。2010年からは再び、 シルバーストーンに開催地が戻った。以前の高速コースとは大きく異なるアリーナと呼ばれるレイアウトが使用されている。2018年は新しくなった路面による水はけの悪さが原因で決勝レースが中止になった。モートジッピー、イギリス GP 決勝レース中止で焦点となったシルバーストーンの新しい路面と水はけの悪さ。 オートスポーツウェーブ2020年4月13日閲覧。ありがとうございます。